じゃーん。今日はアウディのショールームに来ています。うちの担当さんから先日発表されたニュー A1 の原車が入ったという連絡を受けたので、ちょっと見にやってきました。いや楽しみ。いただきます。うん、うまい。今日のランチですが、珍しくマルゲンさんでラーメンいただきます。普通の醤油ラーメンで。いたしました。お伺いいたします。醤油ラーメン2つ。はい。以上でよろしいですか。はい。いただきます。うまそう。ごちそうさまでした。あっという間に完食です。うまかった。たまにね、ラーメン食べるとうまいですね。普段、うどんばっかり食べるんで、なかなかラーメン食べる機会ないんですけど、うまかった。仕事へで自宅に帰ってきました。それでは早速いただきましょう。じゃーん。プレミアムモルツのカオルエール。それでは早速いただきます。それでは一日お疲れ様でした。あー、うまい。じゃーん。昨日の晩にアマゾンからこの荷物届いてたんですが、まだちょっと開封できてなかったので、早速開けていきたいと思います。で、今回ね、届いたのはこれです。ラブパワー。これね、先日の YouTube でドリキンさんが MacBook Pro 16インチの紹介してたんですが、その中でね、出てきた、充電器になります。45W だったかな、 45W ですね。 45W の充電器で、 MacBook Pro 16インチがで、どうもこれで充電できるみたいなので、試しに、同じ商品購入してみました。あ、非常にねコンパクトですね。で、USB-C ですね。 MacBook Pro 16インチに付属してくる、充電器って約ね 100W ぐらいの結構容量が大きい充電器が付属してくるんですが、この 45W でも、それなりにね、なんか充電しながら使えるみたいなので、非常にコンパクトなのでね、これで充電できるんだったら、外にね、持ち運びするときってもうこれ1台で、使えそうなので、ちょっと試しにじゃあ今日、この後、今日1日撮った動画、実際に編集して、この充電器で使えるかどうかというのをちょっと軽く検証してみたいと思います。現在の時刻が17時55分、夕方6時前で、で、今バッテリー駆動してるんですが、バッテリー残量が 76% です。で、まだ AC 繋いでないんですが、この後、今回購入したこの充電器、これ使用して、これでね、ちょっと電源取りながら、動画編集してみたいと思います。充電開始しました。じゃあ、この状態で今から、動画編集開始します。朝から撮影した動画の編集、とりあえず一旦ね完了しました。約ね30分ぐらいで作業完了したんですが、
今のバッテリー残量が 80% で、今の状態は電源取ってない状態なのでバッテリー駆動状態なんですけど、結局ね、あの充電器使いながら編集したら、数パーセント逆に充電増えましたね。あ、これはいいな。非常にコンパクトで軽量な充電器な割には本当ね 45W しかないのに、このね 4K 動画編集しながら逆にねバッテリー食うどころかちゃんとね充電、まあそんな大して充電はできてないんですが、それでも数パーセント約30分ぐらいの編集の間に増えたので、これ十分ね外で使う時に使えるんじゃないかな。で今、撮影したこのあと数分間分の動画、最後ここで編集してから YouTube にアップロードしたいと思います。なかなかねこのラブパワーの充電器優秀ですね。いやこれはね買ってよかった。というわけで本日短めになると思いますが以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。